真正面から蓋を開けて恐怖と向き合う。そうすれば恐怖は小さくなっていく。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。怖いよー。頭の中に恐怖が湧いてきた。あなたならどうしますか？恐怖から目をそらしますか？恐怖と向き合いますか？逃げますか？戦いますか？以前の俺は確実に逃げてた。目をそらしてた。これだけは言えます。恐怖からは逃げられへん。それがある事件があって分かった。サラリーマンの時、僕のミスで大事な得意先を怒らせてしまった。すぐに謝りに行った方がいい。わかるよ。わかるけれども、謝りに行って怒られるのが怖かった。上司に報告して評価が下がるのが怖かった。同僚に知られて自分なんて全然あかんわって思われるのが嫌やった。でもどうしたらいい？怖いよ、不安よ、心配よ、もやもや、どんどん大きくなって大きくなって辛くなったんよ。だから辛くなったから、このことは考えんとこうって言って見ないようにした。そして一週間普通に仕事をしました。そして普通にご飯を食べた。でも一週間経ってなんかこのままじゃあかんなと思ってメールをすることにしました。その得意先に。この度は僕のミスでご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。今後は気をつけます。そして送信。はい、終了。これでこの問題は一件落着、おしまい、バイバーイと思ってた。でもその次の日、電話がかかってきた。上司が取った。相手は得意先やった。お前の会社はどんな教育してんねん。こんな大事な情報を伝えずに、そしてメール一通で謝罪かい。もうお前のところは信用できへん。もうお前の会社の商品は使わへん。上司に呼び出された。すぐに謝りに行きました。すみません、一緒に謝った。でも許してもらえませんでした。契約は終了です。二人で店を出た。歩いた。そして車の中に入った。そして座った。しばらく経って上司が見たことない顔で俺にこう言った。俺が何に怒ってるかわかるか？お前が失敗したことじゃない。ミスしたことじゃない。問題にまっすぐ向き合わなかったことや。問題から逃げたことや。報告した方がいいと思ったのに俺に報告しなかったことや。すぐに謝った方がいいと思ってたのにすぐに謝りに行かなかったことや。真正面から行こうぜ。ど真ん中で行こうぜ。逃げんなよ。何があっても俺が責任取るから。いや、分かってたよ。謝りに行った方がいい、分かってました。報告した方がいい、分かってます。それぐらい分かってます。分かってます。分かってます。でもその恐怖を、問題を自分で受け止めるのが、向き合うのが怖くて辛かったから、その問題を蓋した。見ないようにした。じゃあその恐怖がどんどん大きくなって何も行動できなくなった。その結果、得意先の信頼を失い、そして上司の信頼も失った。もう決めたよ。こんな問題があったら絶対向き合う。恐怖からは逃げへん。それから半年経って、僕の商品の説明が誤りがあって、そして得意先が怒ってる。それを他の会社の友人から聞いた。俺がやることはもう一つや。上司に電話した。すぐに謝りに行ってほしい。一緒に行った。そしてこの度は私の説明に誤りがあり、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ございませんでした。心から謝ったよ。じゃあ許してくれた。
そして上司からも報告したこと、そしてすぐに行動したこと、問題にまっすぐ向き合ったこと、それを褒めてもらえた。もちろん許してもらえたこと、そして褒めてもらえたこと、嬉しかった。でもそれ以上にちゃんと問題と向き合って真正面から自分がやるべきだと思ったことを行動できたこと、恐怖から逃げずに受け止めて一歩前に踏み出せたこと、それが何よりも嬉しくて自分を誇りに思えた。たくさん褒めたよ。今やから思う。恐怖から逃げようってして、ポジティブに考えようってして、蓋をして距離を取ってたら、どんどんその恐怖っていうのは大きくなっていくね。離れれば離れるほど、目を伏せれば伏せるほど、耳を閉じれば閉じるほど、その恐怖はどんどん大きくなっていく。大きくなって真っ黒になって、重くなって身動き取れなくて、本当にやりたいこと、やるべきことをできなくなってくるね。そう、恐怖なんてものは煙みたいなもんで、モヤモヤみたいなもんなんや。だから離れれば離れるほど大きくなる。でも近づけば近づくほど、ちゃんと受け止めてまっすぐに進む、その決意のもとで一歩一歩行動してったら、その恐怖ってものはなくなる。近づけば近づくほど小さくなってなくなっていくね。それが恐怖ってもんやね。それが今回のこの事件があって分かった。だからあなたに伝えたい、恐怖と向き合おう。不安の正体を突き止めよう。何がこんなに怖いの？何がこんなに不安なの？何を失いたくないの？何が心配なの？何がこんなに俺を狂わせてんの？そして本当に自分が望んでることは一体何なんやって、そういう自分の本音をつかみ取る。逃げずに、目を伏せずに、耳を閉じずに、真正面から蓋を開けて恐怖と向き合う。そうすれば恐怖は小さくなっていく。わかるよ、恐怖と向き合うの怖いの、苦しいの、辛いの、わかります。だからネガティブな話は聞かんとこ、あの人が言ってること聞いたら苦しくなるから聞かんとこ、蓋をしよう、目を閉じよう、耳を塞ごう、目の前の現実、事実、これを考えないようにしよう。その気持ちもわかる。そういうことも必要な時もある。でも気分が整って元気になって一歩踏み出そうって、そんな気持ちが湧いてきたら、ちゃんと問題と向き合って真正面から、いいところだけじゃない、悪いところも、起こっている事実すべてを受け止めて、その上で自分が何をするのかちゃんと頭で考えて一歩踏み出すということ、それがめっちゃ大事やと思ってる。見たくないものもあるよ、聞きたくないこともある。でもそれが事実なんやったら、ちゃんと全部聞いて、その上でやるべき一歩踏み出していく。そうすることで恐怖は小さくなっていくし、恐怖は消えていくし、自分が本当に進みたい未来が切り開かれていくって思ってんねん。この状況、いろんなことがある、不安なことがある、怖いこともある、心配や、先がどうなるわからへん。そんな状況でもちゃんと自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の頭で考えて、自分の本音をしっかりつかみ取って、本当にやるべきこと、やりたいことに一歩踏み出していこう。僕はそんな人生を生きていきたいなと思う。はい、ということで、はい、恐怖怖いですよね、不安ありますよね、心配ありますよね、本当にどうなるかわからん。まあ、ポジティブに考えよう、聞きたくないことは蓋をしよう、それもね大事なん、わかるんです、わかるんですけど、気分をね良くするだけでは世界は変わらへんと思ってる。気分を良くするだけじゃなくて、大事なこと、気分を良くするのは大事なことだけど、その上で本当に起こってることに目を背けずに、ちゃんと現実を見て、世界で起きてることを見て、その上で本当にやりたいことに一歩踏み出していく。そうすることで世界は変わっていくし、自分の人生っていうのが切り開かれていくっていうふうに僕は信じています。はい、ということで、こんな感じでございました。はい、このミスターおかっちのチャンネルでは生きる力が湧いてくる、そんな動画を投稿していきたいと思ってます。
ですので、ちょっとでも元気が出たなとか思ったら、もしよかったらいいねボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。そしてチャンネル登録ボタンもよろしくお願いします。という感じで今日はこれでおしまいです。それでは皆さん、ワンダフルな一日を。さよなら、ありがとう。恐怖は妄想や。